神戸屋、レストラン芦ア屋ア店、株式会社神戸屋は、大阪府大阪市東淀川区に本社を置く、パンや洋菓子の製造、販売を行うとともにレストランなどを経営する、日本の製パン業者、フードサービス企業である。創業は1918年。シャゼは、フレッシュピュア。売上高に占める比率は食パン26%、菓子パン52%、 惣菜パン7%と菓子パンの比率が高い。子会社に神戸屋レストランがあり、神戸屋本体でも神戸屋フレッシュベーカリーという小規模店舗での焼きたてパンコンビを直営、フランチャイズで展開するなど、老舗焼きたてパンというブランドイメージを活かした経営を行っている。商品にイーストフード、乳化剤は無添加としている。 スポーツ用品販売業の神戸屋スポーツとは無関係。神戸屋の由来は創業者の桐山正太郎が神戸の製パン会社に勤めていた際に大阪で神戸パンという名称で販売を行ったことからであり、その後1918年に正太郎が独立したのと同時に本社を大阪に置いた。他に2017年8月4日、大阪市梅田の フレッシュベーカリー神戸や阪神梅田駅店でこの店の男性パート従業員が近隣店の女性パート従業員をパン切り包丁で切りつける事件が発生。男性従業員の態度を注意しに向かった女性従業員が男性従業員を何度もビンタしたことが発端であった。なお、店内には別の従業員もおり男性が女性を刺す直前の口論状態を見てとっさに 店のシャッターを閉めたことで、店内は密室状態になっていたという。なお、女性従業員は幸い全治10日の軽傷で済んだ。事件発生当時、当該店の前を通りがかった、通行人男性が閉ざされたシャッターの中から、女性の悲鳴を聞き、異常を感じたためシャッター横の通用口を開けたところ、店の奥で男性従業員が女性従業員に馬乗りになっており、 女性従業員の左肩には血痕も見えたため店のシャッターを拳で叩き周囲に緊急事態を呼びかけた。集まった他の通行人によって床一面が血だらけになっている異常な光景が確認された。先に行動を取った通行人男性と駆けつけた男性通行人の二名によって男性従業員は警察官が到着するまで女性従業員から離され、 押さえつけられた。その間、男性従業員は床に自身の頭を打ちつける行動をとった。また、別の通行人の女性によって110番通報がなされるなど、一般の通行人によって適切な行動がとられた。男と勤務を交代して帰り支度をしていた別の従業員も現場にいたが、店員同士の喧嘩を客に見られては、まずいとの理由でシャッターを閉めていて、 その後立ち去っていた。その後、この男性従業員は保釈され、さらに不起訴処分となった。大阪地検によると、処分理由は明らかにしていないという。当該店はその後しばらく営業を停止していた。その後再開していたが閉店。跡地には2020年3月に、ミスタードーナツ阪神大阪梅田駅ショップが開店した。ありがとうございます。